わしが太閤、豊臣秀吉、陣屋佐隊東馬、我ら名古屋おもてなし部将隊。というわけで、こたび太閤花見茶会やることができ、わしは誠に嬉しく思っておる次第じゃ。昨年の19回は中止となってしまったわけなんじゃけども、皆々がこう、わしこの後ろで待って大将ごと聞いとったんじゃけども、なんじゃろう、誠に和やかで、心地じゃなと。一年ぶりなのにな、こう思うところがあったな。やはり祭りが昨年全くできなかったがゆえに、こう中村の皆々、こう来てくれた皆々がこう集まって幸せそうに琴の音を聞いとるのを後ろで見とったら、まあ思うところあったっちゅう話。やはり民の皆様も待望でございましたので、多くの方が駆けつけてくださっております。どうじゃろう、茶の味はいかがであろうか。うまかったか。拍手でございましょう。ありがとうさんじゃ、ありがとうさんじゃ、ありがとうさんじゃ。やはり茶会というのはええな。こたびな、ここに来たっちゅうのをわしの覚えて言ってほしいことがあるじゃな。わし秀吉とこの中村について覚えていってほしい。わし、まあ聞いたら手挙げにくいと思うけども、わし豊臣秀吉のこと知らんよっちゅうの手挙げてみてちょ。おらんな、おらんな。あ、ありがとうさ、ありがとうさ。なあ、不格好だよな。ありがとうさ。おらんか、よかったよかった。してこの太閤花見茶会、花見についてわしどいりゃ好きだったんだよな。400年前エリア花見をやったんだけども、その中でもひときわ華やかだった花見っていうのがある。それが第5の花見じゃ。第5の花見知っとるよっちゅうもおるか。さすがにおるな。知っとるな。ありがとうさんじゃ。この第5の花見、何が華やかじゃったと思う、トーマ。やはり人の多さでございましょうか。それもある。女子、それもあるけども、桜をエリアーカズ植樹いたしたんじゃ、この花見のために。第5陣な、どれぐらいの数植樹したと思うもの。まず1つ、100本、2つ、300本、3つ、700本。さあどれじゃと思う。今な、茶飲みながら菓子食いながらだってな。なあ、聞きづらいと思うけどもな。なあ、わしのこの老体の話聞いてってちょう。どうじゃろう、一じゃと思うもの。1、100本植えられた。2、300本。3、700本じゃと思うもの。わしのことようけ知ってくれとるようで、ありがとうさんじゃ。そう、700本もの桜を植樹いたしたのじゃ。まあ、この中村公園にある桜がおおよそ100本、100本ほどでございます。まあ、名古屋城には負けてしまうんだけども、名古屋城が1000本もの桜の木があるっていうのは有名な話じゃ。この700本の桜をわしがおった頃にやるっていうのはええりゃあ金がかかる。エリア変えるから。なぜそれができたか。権力と権力。なぜそれができたか分かるもの。おるかろ。そこの緑の着物を着たお主じゃ。お主じゃ。お主じゃ。何故わしが700本もの桜を植えることができたか分かるかの。財力。お見事、大正解じゃ。なんといってもその頃はわしが天下統一、
火の元を一つにしたからだ。ゆえ700本もの桜を植えることができた。希代の女好きとしても有名なわし。自分でとか言うてんな。あ、一緒一緒か。私もお腹好き。あ、わしとつながるとこはな、やはり中村のためっていうのはええわな。そう、この花見にもエレア数のお腹を集めたんや。お前、わかるかの。どれくらいじゃと。先ほどの桜と同じく700人ぐらいで。そう。わしな、こう集めたらすべてお腹じゃ。はあ。お腹。はあ。まあ、おのこは3名おる。男は3人おったけども、それ以外すべてお腹。え？どれくらい集められたと思う？どうじゃろうか。そこの者に聞いてみようかな。そこの荷物を今ガサゴソしとるものわしの話の途中でガサゴソしとるもの丸見えじゃぞこちらからは。してそこの姫、お、何かを出したな。わしがこれから問答を出せて答えてちょう。わしが集めたおなごの数じゃ。1300名、2300名、3000名。いかがであろうか、いかがであろうか。先ほどの流れからいたして聞いとったかな、お説の話が。どうじゃろう、どうじゃ。3000名。あ、惜しい。1300名じゃ。1300名。落ちればいいと思ってどう分かっとるわ。当時でもな、1300名ものな、おなごを集めるっていうのは、大変なことなんじゃ。なぜそれができたかと思ったら分かっておるな。お、もう笑っとるでな、笑っとるな。なぜわしがそのおなごたちを集めることができたか教えてちょう。ははは、じゃあ違って。おー、大正解じゃー。このおなごに拍手してちょう。おー、その当時な、わしはどえりゃ銭を持っておった。銭を持っておった、天下を統一しておったでな、ゆえに全部金、そのような大きな茶会を開くことができたのじゃ。やはりこの秀吉様の好まれたこの北の大茶会と太鼓の花見と、うん、これ別々に行われました。こたびは、うん、太鼓花見茶会ということで、一堂に会してしまうということで、そうなんじゃ、もう多くの方が集まってくださっておりますので、うん、こちらのお集まりの皆様に最後お一言いただいて、あ、そうか、締めのお言葉とさせていただく。もうしまいか、あ、そうか。おたびは誠に集まってくれてありがとうなんじゃ。わしな、この太鼓秀吉航路っちの中村でもやっとるで、ぜひともわしのモニュメントが来年の3月に30基すべてできることになったで。ありがとうさんじゃ、ありがとうさんじゃ。ぜひとも見てってちょうよ。おたび集まってくれてありがとうさんじゃ。有意義なひとときを楽しんでちょう。ありがとうさんじゃ。さあ、それでは皆様、本日は太鼓花見茶会、ようこそお越しくださいました。この地もごゆるりとお楽しみくださいませ。ありがとうございました。今一度拍手をお送りください。